アイテム番号 SCP-239 オブジェクトクラスケテル特別収容プロトコル SCP-239 は一部屋の独房に留め置いてください。部屋にはベッド1台、心電図1台、ペントバルビタール2、削除済みを混合したもので満たした点滴1台を備え付け、点滴は毎日充填してください。いついかなる状況でも SCP-239 を収容場所から運び出してはなりません。独房の壁は照れ切る、鉛合金でコーティングします。どのような時でもクラス2職員のみが SCP-239 と接触することを許可されます。SCP-239 収容エリアの保安職員はテレキル製ヘッドギア、SCP-148 を装備してください。対象の本名はシグロス・ステファンス・ドッターです。どんな状況であろうと絶対に対象を目覚めさせるようなことはあってはなりません。対象を目覚めさせようと試みた職員は何者であろうと即座に処分されます。説明。SCP-239 の見た目は8歳の少女で、身長は1メートル、体重は20kgです。対象は金髪で長さは肩くらいです。精査したところ、対象の目には配緑色の影がちらついています。対象はこれまでに発見されていない形態の放射能を有しているようで、それはと名付けられました。その放射波は低濃度では無害ですが、より高い濃度では物質を素粒子レベルまで分解するでしょう。SCP-239 は実行する意思を表現しさえすれば何でも行うことができる能力を持っているようです。要するに対象は、既定意識レベルで本当にしたいと思ったら何でもできるのです。目覚めている限りは、幸運なことに、彼女は彼女自身及び彼女のすぐ近くのものにしか影響を与えられないようです。そのようなわけで、彼女は見ることができれば、変えられます。しかしながら、彼女がどこまでやれるか試験しようとするのは方向性としては一番手堅いものではなさそうです。彼女は生体を創造したり生体に影響を与えたりすることができるようです。例えば、D クラスの職員がうっかり彼女を害してしまった時には、ただただ彼女はその職員をどこかにやってしまいたいと願いました。自分のしてしまったことに彼女が罪悪感を感じさせられた折に、彼に戻ってきてほしいと願ったのは良好と言うべきでしょう。SCP-239 の自己保存本能により彼女は意識がある間事実上不死身です。彼女の肌に刺すことができるものは SCP-148 を除いては何もありません。対象の能力を制御する手段として、君は魔女なんだと彼女には言い聞かせてあります。こうしたおかげで、やる気が大いに改善されたのに加え、彼女は SCP 財団が与えた事前承認済みの、呪文のリストから外れるような能力は使えないものと信じています。これでありとあらゆる逃亡の試みを阻止できていると思いたいものです。とはいえ、どんな時も対象を平静でいさせてください。無意識に彼女自身や他の誰かを傷つけようと願ってしまうのは防がなくてはいけませんから。由来。で誕生後かなり早い時期に、SCP-239 は財団の注意を引くことになりました。誕生からおよそ3時間後、病院が説明不能な爆発により破壊。報道ではガス漏れによるものだとされました。すぐさま SCP はその場所に何かしら得意なものがないかを捜索するチームを派遣しました。彼らが発見することができた唯一の生存者が SCP-239 です。それより8年にわたり、対象は SCP の保護下で成長しました。2000年以降、対象は追って通知があるまで医療的手段で誘発した昏睡状態に置くことになりました。この決定は、削除済みによりなされました。SCP-239 は永遠にサイト17に収容します。博士の中期、2004年12月26日。一体どこのバカ野郎だ、あの子に、サンタクロースの話をして、それからただの作り話なんだって教える。そんなのが嫌いであだなんて思ったのは、新たな SCP の相手をしなくちゃいけないかもしれなくなった。でも彼は捕まえられないぞ。彼は、魔法、だからな。A クレフ博士の報告。私なりに状況を分析してみたところ、SCP-239 は容認しがたい収容及び保全上のリスクであるという結論に至った。他の SCP を収容するのに彼女を使おうという提案はいくつかあったのも確かだが、SCP-953 やその他の事例から治安と思い出さなくてはいけないのだ。現実変容力を持つ SCP を財団がコントロールする能力について過剰評価するのがどれほど危険かということを。それゆえ私は以下の提案を行いたい。注射装置は SCP-148 製にする。他のものは刺さらない SCP-239 の肌に刺すことができるからだ。彼女が眠りに落ちその力が不活性化している間に、この道具が SCP-239 を殺すために使われることになるだろう。SCP-239 が覚醒し処分に抵抗する危険があるから、選ばれた担当者は SCP-668 も携帯することを推奨したい。事態の複雑化を最小限に留めるために。この手続きについて一つ危うい点を挙げるならば、SCP-239 は目覚めて担当官を友人あるいは、いい人、と受け取るかもしれず。従ってそれに合うよう現実を変化させるかもしれないところだ。これがあるので、個人的には私が手続きの実行に志願したいところである。私の職員ファイルにあるレビューを見ればわかるが、私は私の、削除済み、のおかげで任務を遂行できるだろう。この世の現実が変更された後であろうとも。クレフ。